こんにちは。こんにちは。はい、高木さんです。どうも。ここは、立春盆栽大市ですかね。はい、場所は、上の、グリーンクラブということで、はい、今盆栽大野さんのところにお邪魔しております。はい。明日からですかね。明日っても終わるから2月の9日か。2月の9日の金曜日から、はい、17日ですね。あれですよね。ちょっとこう13日が入れ替えの日があるので、そうそうそう、13日はお休みですが、はい、17日までやっておりますので、ぜひ国風店の方もよろしくお願いいたします。はい、でそれと一緒にやってる立春盆栽大市を今日はレポートということでよろしいですか。休みの日呼ばれました、はいはい、じゃあ大野さん見ていきましょう。はい、相変わらず小さいものが小さいですね。たくさんありますね。さっきおすすめを聞いたんですが、はい、500円コーナーが今回長寿梅が500円と500円、なかなかお安い。ツタもこっち、こっちのちっちゃい方は500円ですけど、こっちが700円。そう、未生の不入り、不入りのツタってことですね。秋に紅葉するからそれが見頃と。そうですね、ツタはね綺麗ですよね。ちょっと大きい長寿梅、大きい長寿梅。でもさっきも500円のやつでも花芽が結構あったんで楽しめますよね。レンザも1000円と安いですね。ところでいろいろあります。匂い嗅いでも500円。ごまの匂いがするんですよね。ごまっていうかなんか臭いよね。香ばしいなんか匂いがします、ね、私嫌い、匂い嗅い私嫌い匂いがね、紅梅と色々あります。白ですね。白の長寿梅、金図ね、色々あります。桜も、桜も。こんにちは。撮ってんじゃないの。撮ってる。今回おすすめの鉢はございますか。そこにあれがある、友よさんの鉢。どれ。年にね、入荷が年に3回しかない、しかない。そのたんびに 3,4 個しか入らないという。友よさん、これすごいよ。手で描いてると思えなくない。すごいっすね。筆で、写真じゃないんですよ。プリントじゃなくて、プリントみたい。ここなんかね、こんな手で描けんのかな。映る。だから時間がかかるから、量産が全くできない、うん、製図師さんなんですよね。製図描いてるから線が綺麗な、うん、定規かかで使わないと描けないような線ね。見てください、うん、こういうのもあります、いくつか。あとはまゆちゃんの古い鉢。まゆちゃんの古い鉢、ここら辺。カラコだから、イッソーさんね。ボディーが、あー、ボディーイッソーさん。あー、お父さんだから。うん、それは柄が、これもまゆさん、まゆちゃん、かわいい。これもう磯さん亡くなってるからね、うん、このボディでこの絵はできて、まゆちゃん、まゆちゃん、まゆちゃん。タイガバチは、タイガバチそっち、タイガバチはちょっと端の方に、ちょっとね、色々もうちょっと経つとここに神田川、あ、これ神田川見てください。だって翡翠さんだってここに来ちゃってるしょうがない、もう置けないの。これ全部、はい、そうです。あ、こんないっぱいあるんだ。いろんなのあります、はい、サメバチ500円もあります。あとはね、こういう風にね、しまっちゃってあるんだ。こういうのを見たい方はお声掛けくださいと、はい、はい、カニさんとかね、うん、まあ、いろいろあります。これいいよ、これトンボ、トンボ。これ高く、これも女の人、綺麗ですよ。一層さんのもね、こうやって昔の、ほら昔の、あ、これ一層さん使ってありますからね。すごい時代が乗ってて、一層さんの昔は宗像っていう名字をやってた、うんうん、はい、一層じゃなくて、これはね宗像時代の鉢です。こういう感じで入ってますね。長寿梅なんかこれ500円紹介したと思いますけど、紹介した、うん、お買い受けですよ。何、お買い得ですよ。お買い得ですよ。お買い得です。カットしてください。詰まったとこは、はい、この日がいいの、みんな狙ってるの、これね、これこれが狙い目、これ
り出してそれで。僕も設置を2日間手伝いました。兄弟子の高橋さんの、高橋さんおすすめの、ありがとうございます。全部すごいね。あの津山ヒノキとか、津山ヒノキ、これ津山ヒノキ、はい、ああ、すごいですね。あ、全部1台持ってきた。そうですね、すごい。広島ですよね。広島です。広島から、 あれも売約済み、売約済み。かっこいいな、古さがすごいね。これは出生所、出生所、出生所、出生所。手に持って裏から撮るね、正面、こっちですね。迫力あるね。いやすごいですね。高木さんもこういうの作れるように。そうですね、作りたいですね。合宿とか行かせてもらえないのかな。聞いてみたいですけどね、うん、広島合宿、はい、行ってみたい。はい、はい、アクロマスね、すごすぎてちょっと。すごいですよね。大体でもこう細いのがすごいよね、これを。そうです ね、 ね、こうやってここで押すといいんだよ。ちょっと持ち上げて、手で自分で持ち上げてみよう。そこ押すね、うん、そうそうそう、入んないので大きくて。あ、入ります。入ってます。これもいいですね、動きがあっていいですよね、ヒョロヒョロって。針金の下に、はい、ね、こういったものもあります。ありますね。文人が横の方に、こっちにもあるね。あとはほら、T シャツが、 T シャツ売ってます。 T シャツ売ってる。これ Q3 ブースですか。そうです、 Q3 ブースとか有機小石さんのブースにちょっと曲がりさせてもらって、曲がりを、はい、どうですか新作。あ、出た、うん、ね、かわいい。じゃあ本当はもっとあるんですよ新作。え、全部割れちゃって。あららら、見てさ、これが言ってたやつだ。口のやつ、指なの。うわ、気持ち、気持ち割れてるからなんか言ってで、はい、これ口じゃない、口ここにうわうわめっちゃいいでしょ。面白いですねこれ。これを作ったの、割れたけど、うわうわ、薄いから。いや多分ね、土がね合わなかった。ああ、そうだと思って。うわ、これでも面白い。これにしよう、アートでしょ。アート、底火とかの感覚で、はい、貼ってほしい。ああ、確かに、うん、三島さん大喜びするやつこれまだ大丈夫。いいし、この歯もちゃんと書いてあるの気持ち悪いですよ。すごい。面白い。これ絶対成功させてください。で、小関さんの出物も新しく始まって、安いよ、めちゃくちゃ。いいですね、これ。あとは動画で紹介したこの雪柳をやってるけど、はい、この鉢も売ってます。面白いですね、この鉢、うん、で、みんなね、400円、はい、この辺も400円、500円、800円、600円、安いです。で、プラスエバチ。この辺も多分ね、お母さん、そう、お母さんの本を書いたのと、こういうものもございます。 T シャツも 3サイズかなあります。石田さんです。はい、こんにちは。はい、特に言うことなし一応まあお安い商品から、ちょっとエバチとかで、今回こういう出物もありますというところですね。以上で、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。おほほ
役者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 しました。どう、あ、今当時の部屋の、はい、頑張るよ。まああんまり頑張らんとまたぜひ遊びに行かせていただければ本場じゃ、はい、今2ヶ月ぐらい3ヶ月3ヶ月経つ3ヶ月じゃね、うん、まあでも35年だから35年が頭が35年頑張らんとの。今回はおすすめ商品ありますか。全部全部こっちもですよね。あ、そうよ、うん、あ、これを買ったやつ。あ、そうなんすか。仕入れに来たんだ今回。え、ここが買ったやつですか。おう、あ、そうなんだ、うん、で、持って帰って作る。で、こっちに並ぶんですね。いや、並ばない来年や来年ね。あれ今松さんは前期はいらっしゃる。前期3日ぐらいで帰るかな。土日、日曜日ぐらい、うん、で仕事いっぱいやけど、ね、仕事いっぱい家で。後期は、トシさんがここに来るそうなので、うん、皆さんでメイン後期メインはトシやメインはトシこのバイトもなので、松さんに会いたい人は早めに早めにいや間に合うかな、動画明日あげるとしても早めに、はい、早めに上がった瞬間にもうおらんいないかもしれないありがとうございます。はい、およえんさんです。およえんさん。みなみさんです。みなみさんです。どうも、温泉祭りの時はありがとうございます。ありがとうございました。今回も、御用祭。御用祭。今回はいつも那須御用の御所ばっかりだったんですけど、はいはい、今回、たまたまね、素材が数年前に手に入ってて、那須娘とか、福娘とか。おあと世界大祭かかっちゃいますもんね。あの大阪松のちょっとね小ぶりなやつとかそういうのが結構。大阪松ってなんですか。御用祭。宮島御用って言われてる。まあ名前は違うんですけどまあ同じものだと思ってたけど。そういうのがね結構実は数年前からあったんですけどやっと売りに出せる感じに納得するぐらいできたんで持ってきました。はい、まあねあの葉っぱは短くて可愛いんですけど、うん、まあ値段があんまり可愛くない。値段が。まあ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 ねこの破傷でちゃんとでき作ってますからね。そうですね、はい、もうちょっと高くてもいいぐらいの気はしますけど、ね、置いていただけると心強いですね。田中さんどれ買う。安くしますよ。安くしますよ。盆栽Qさんを見てきたって言ってたらちょっと頑張ってます。あ、本当ですか。盆栽Q を見て見たといえば、うん、見たといえばちょっと頑張ります。ちょっと頑張ってくださるということ、うん、具体的にいくらとは言えないですけど、はい、頑張りますからよろしくお願いします。若い女性だとさらにね、そうなっちゃいますよ ね、 そうですね、はい、ありがとうございます。雪姫ちゃんも持ってきます。葉っぱがないとなかなかなんですけど、ね、でも結構もうだいぶ流し入れてきたんで、うん、どういう特徴があるんですか。葉っぱが細かくて、切れが深くて、紅葉が真っ赤。防災マッチの時に使って買っていただいて、はい、けどちょっとあの東京の日差しで焼けちゃいました。ちょっと葉が焼けちゃうとチリチリってなっちゃいました。あ、でも目は生きてるんですか。目は生きてる、はい、全然元気。今年こそがすごい芽吹きが芽吹きすごいすごい。不定面の本当にいらないところの股から出てくるような目玉は、はい、もう親の仇のように取ってもらって、うん、もうそれだけですよ。面白いです、ね、すこぶり良くなったら買い取りますから頑張りますこんにちは。栃木県の真岡市で4代続いてやっております松鼓園の藤村と申します。私で4代目になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今おいくつですか。今年で30歳になります。あ、お若い、はい、期待の年ですね。まあなかなかすぐ期待を背負えるかどうかは分かりませんが頑張らせていただきます、はい、じゃあちょっと商品を紹介していただける、はい、まあ隣の印南さんのように、まあ、御用松、那須御用松が有名で、はい、那須御用松のお膝元なので、はい、あの御用松をメインにやらさせていただいてるんですけれども、ただあの御用松に限らずいろんなあの樹脂を扱いますんで、なんでまあレパートリーには飛んでるかなと思います。まあ、一つはやっぱ黒松ですよね。立派な、まあ、54センチかな、うん、で、まあ、中品崩れにはなってしまうんですけども、なかなかこの大きさであの曲を振ってる気がないので。そうですね、古さも、はい、古さも
なかなか。でこれ、まあ、今の段階だと分かりにくいんですけども、うん、ものすごく目当たりがいいんですよ。あの放っておくとこう団子になって、もうなんだ、枝が消えてしまうような、あの木ですので、 なかなかこういう素材はないかなと。なるほど。すごい良くなりましたね、はい。まあ、水かけとかからこだわってて、そんなに出るんだ。木の状態っていうのにこだわってまして、はい、元気に育っていくと、まあ、2年でもけれどもだいぶ変わるっていうのが。なるほど。まあ、あとは御用の商品ですかね。でこちらが、未生70年です。70年の御用松で、まあ、私たちはこの素材という面で生っていうものにこだわってまして、はい、まあ、葉っぱの出方であったり、目の、揃い方であったりするんですけども、これを、まあ、作るのに大体5センチぐらいで、まあ、多分10年ぐらいかかるぐらい枝しか伸びないんですよ。そういうものを、まあ、70年ずっと持っててくれた方がいまして、そこから出てきたものなんですけどね。すごいな、この大きさで70年。信じられない。なんでそういうふうなものを丁寧に作り続けてると、こういうふうになんかそこまでこう曲があって山っ木のような木ではないんですけども、雰囲気が出てくる。これはやっぱり持ち込みの素晴らしさかなと思いますんで。まあ、まずこの木を紹介するのと、はい、あともう一つがこちらは、まあ、そういう小にこだわって、まだこれで35年ぐらいかな、うん、なんですけども、これで、3000本の中から1本選ばせていただいてます。いろんなものを手放していった中で最後に残しているのがこの木で、やっぱり目当たりがやっぱり違うんですよね。目数が段違いなので、うん、多いですよね。やっぱりこういう木を、まあ、長年持ち込んでいただけると、こういう木になっていって、最終的なその雰囲気っていうのも一番かっこよくなるところかなとは思いますので。那須御用です。那須御用の未生ですね。未生35年、まあ、こういうものをやってますんで、どんなものでも、はい、お話をお声掛けください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。塚本宗園、宗松園さん、宗松園、ありがとうございます。いろいろね、こういう木があるんですけど、こっちに苗木コーナーがありますので、すごい、これ見てくれ、すごいね。これ畳み込み、編み込み結んで、すごいしてるお客さんなんか作って、はい、生産してる方がいらっしゃるんですよ。はい、やっぱ面白い、これ結構売れたんですよ、福岡で。面白いですよ、これ。面白いな。ガバって太くなるんですかね、太くなったら、まあ、くっつい、いや、まあ、癒着したようになるんでしょうね。面白い。苗木がいろいろあります。荒川真由美、あけび、浜坊、御用もあるんですよ。四国御用、石土なんですか。石土の、はい、山に登ってある方がいて、はいはい、ここで御用町の、はい、あります。ね、御用松は600円で買えちゃう。でちょっと大きなもここに、まあ、これ曲げてちょっと2年ぐらい古いやつですね。私が曲げて、まあ、ちょっと古いやつ、うん、でちょっと伊豆中のね、もっといいやつがこっちに、ね、はい、値上がりが、生産者の方が作ってやる、うん、値上がりですよね。すごいですよね。すごいですね。これいいですよ。いいですね。まあ、こんなとこ珍しい、もう作ったやつが。なんてやつですか。白身の屋久島のヤブコウ。白身なんで、はい。あ、白身のヤブコウ。へ、はい、珍しい。赤、これは目ついてるやつあるんですかね、ほら。こう赤白で揃う、ね。あ、赤い身だ。まあ、これはよくありますよね。ま、う、た、ん、変わったのもあるそうです。あとは、まあ、限界黒松のこういう。あすいません、すいません、こういうやつですね、畳んだやつ。ありがとうございます、すいません、まあ、こういう苗木から立派な盆栽までたくさんありますね。石井盆栽の寺澤さんです。石井盆栽の寺澤です、こんにちは。はい、今回のおすすめの商品をご紹介お願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、こちらの国府97回国府展に出品されたいきなりすごいとか、まあ、こちら、環境大臣賞と国府展にも出ておりますこちらが73回の国府展ですね、
こちらが95回の。全部変えるってことですか。そうですね。変えちゃいます。ぎゅうぎゅうやっていただきたいなと思ってます。ちょっと怖くてできなそうですけど。ただまあ、お手頃なこういったあのちっちゃいね、あのキーフサイズのもの、あと揃えておりますので。下の方がちょっとまあ。お安くでもそれでも高そうな気ばかり。あ、そうですね。うちはいつもリーズナブルな、リーズナブルな、ね、良いものをリーズナブルな、ありがとうございます。提供させていただいております。まあ、こういった素晴らしい木がたくさん取り揃えていらっしゃるということで、はいはい、ぜひご来場お待ちしております。はい、ありがとうございます。取り尽くした。いやいや、まだまだ。プレオープンなのに人いっぱいいますね。ね。初日ですよね、本当のね。うん、明日は多いでしょ。明日は絶対多いですよ、それは。あら、新藤さんいます。なんかいた、なんかいた。なんか知ってる人いた。こんにちは。こんにちは。秋山さんのところに今年も来させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、今回のおすすめありましたら教えてください。そうですね、やっぱ国風展というのが2月ですので、はい、ちょうど梅の時期となります。なるほど、はい、なので、まあ、今年のおすすめはこういう梅とか梅、ヒバイ、これヒバイっていうんですけれども、こう持ち込みが古くて、うん、あとは枝を作っていくことによってさらにこう収穫が向上する途中の素材っていうものになります。はい、はい、で皆さんこれで今度鉢を変えていただいて、うんうん、はがりをしたりとか針金をかけて作っていることによってさらなる収穫向上を得られるものです。綺麗ですね、花が。そうですね、普通の目よりもなんかシックというかね。そうなんですよ、うん、で花びらもね、こう一つ一つこう分かれているので、これね、本当に梅らしい感じになってます。あとはまあこういう真白の素材ですね、はい、うん、まあ、人気がとてもね今あるんですけれども、うん、作れる素材というのが今人気がありますね。そうですね、やっぱこの素材はいっぱいありますね。新白は、ね、たくさんあるんですよ。こういうちょっと大きいサイズのボリュームがあるものもございまして、うん、こっちは少し仕事をして、あの形だけは作ってあるんですけれども、ここですね、こういう形で。おお、素晴らしい。はい、これはあと2年3年と作っていくことによって、さらなるこうね、もう近くの工場と展示会にね出せる。そうですね、うん、あのぐらいで気になりますので、うん、はい、あ、いいですね、はい、こういう感じになってます。ここまでやってもらえると、はい、あとはね、あとはまあ別実と、ね、枝葉を増やすだけですので、そうですね、うん、いいかと思います。なるほど、はい、こちらはさつき。そうですね、これ花北のつきというと先分けの種類なんですけれども、うん、まあ、本当に盆栽のこう基本通り、ね、粘りが良くて枝の順番が良くて、うんうんね、で苔順も非常によくできてます。いいですね、なんか。そうですね、やっぱ普通のこう模様木と違って少しこう自然風な枝作りになってまして、うんうん、それがやっぱりこの、ね、空間を生かして作ることによってね、木で違いも飾れるような木になっていくと思います。最近人気ですか、サツキは。サツキやっぱり花が綺麗なので人気がまた出てきてますね。なるほど、はい、このやっぱり梅にもやっぱ目いっちゃいますね、隣の。そうですね、やっぱり梅は今時期ですからね、このね、すごい、はい、で花も楽しんでいただければ、はい、はあ、まあこういう赤の花もね。あ、赤ですか。これ赤なんですけれども、まあ、綺麗だ。これですね。これもでも基本的に作り直してもう7、8年ぐらいなんですけれども、まあ、ちょっとね、部分的に枝がなかったものを少しずつこう枝棚を分けていくことによって、うんうんうん、ね、半径内ですね、その形に作ってます。このマガリンがやっぱりこのすごい、ね、いいですよね。これめっちゃ好きですね。ここもね、気に入ってる。これいい。こっちも親方のところなんですけど、はい、親方のところ。春会の若い人さんで、春会の方、お名前は村井と申します。村井さん、はい、お願いします。お願いします。なんかおすすめの商品を紹介してもらえると。そうですね、やっぱりここの心拍とかはすごい面白いな。見応えもありますし、なるほど、はい、すごいシャリ。そうですね、なんでこうどっか展示会に飾るのとか、うん、そういった時に飾り映えするのすごいいい木だと思いますね。うん、そうですね。この隣なんかもすごい面白い、これ80回の国風に出てる楓なんですよね。素晴らしいですね、これ。こう見ていただくと分かるようにすごい破傷がいいので細かく枝が優れて、本当に枝のほぐれ方がすごいですね。この時期だ、葉っぱがないからやっぱこの凄さが分かるっていうね。そうですね、
やっぱりね、雑木とか紅葉するものは特に秋も楽しめて、春の根出しも楽しめて、うん、感じも楽しめて、すごい、そうですよね、はい、思いますね。すごい木だ。まあ、他にもうちだとこう親方が水石組合の理事長やってたりとか、はい、去年まで水石協会の理事長もやってたので、こう、 うちは水石がこうたくさんありますね。これとかも面白くて、これも昔の水石の展示会に出てるんですけど、これでこう夫婦というか、あ、はい、こう一対でこう表してるんですよね。なるほど、はい、で結構言われもあるような古い石だったりだとか、他にもいろいろと盆栽だけじゃなくてこう石だとか、あとこう盆栽との取り合わせ方、あ、こう盆栽だけじゃなくてこう水石と一緒に合わせて床の間にこう飾るっていうのをうちはやってる、あの軽度っていうのやってるので、それでこういう風にうちのこういう飾り方だったりもするので、うんうん、はい、今回そんなところをやっていました。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。思い切りましたね。何ですか？買いますよ。これキウさんが紹介したら今買っとかな売り切れちゃうでしょ。そう、今年いっぱいあります ね。あの1万円のちょっと古いやつ、いいですね、うん、あれ、あれ、どれ、ミニンで、あ、こっち、あ、これいいじゃないですか、ね、主に今は何やってるんですか。秋元さんです、はい、よろしくお願いします。今年もいらっしゃいまして、はい、今年も来ちゃいました。今回のおすすめ商品は、おすすめ、今年も椿ですかね。椿、はい、今回は植え替えしてないのでちょっと安く3000円で、3000円でまた品種いろいろ、港のあけぼの、どう、こればっかり、これ全部曲げがね、細かく曲げてある、はあ、というものが大量にこっちか、大量にございます。こちらが今回の目玉というか、そうですね、そうですね、今年は中品多めで持ってきました、うんうん、結構ね、すごいそうだなっていうのいっぱいありますね。一番目玉なんだろう、これかな、あ、これ水切りにしちゃう、ね、基本でないし、水切り、手さみ、うん、確かに、こんな枝がね、細かく、うん、ちょうど外に整えてる、うん、素晴らしい、うん、あ、ありました、そう、ありました、竹もあります、鉢なども、これすごいね、これ誰のすごいね、うん、あの今まで2種類あったのがなくなって、これは新しいですね、うん、これも新しいかな、カタログには載ってない、これとこれも新しい、新しいのは雨のこぎりはあれかな、コーヒー入ってなんか減りましたよね、うん、減ったんで今度増やしたんですよ、もうこれ1本だったんで折り込みがなかったんで折り込みを、はいはいはい、がこの長さでちょっと安く、あ、安い、これはちょっとメーカーのこう、カッターみたいに出るタイプ、なるほど、その業界、あの多肉植物とか園芸の方で、これがね、もう YouTuber ではバズってる商品ですね。バズってんすか、盆栽じゃないですよ、寝かき棒、アルミの、な、何が違うんですかね、普通の箸と、箸とアルミを削り出してるわけですよ。アルミだからそれほど硬くはないんですけども、まあアルミの中でも硬い方ですけど、うんうん、根に優しいわけですよ。竹なんてささくれ出すと根に突き刺さりますよね。そうですよね。でみんな竹は自然だからいいと思うんですけども、本当に優しいのは、あ、これアルミが丸くて、でこれ箸、日本人なら箸使えるでしょう、うんうんうん。そういう使い方もできるし、これはこういうふうにも持てるでしょう。
YouTube 見てください。植え替えの園芸の方多肉とか、うん、そっち系ですか、ね、はい、そうですね。もうあらゆるところから毎日のように取引させてくれって、ね、あれはね、一本のやつはよく売れますよね、これ、うん、これは値段も安いから、そうそう、これかな、うん、いいですよね、やってみたいね、使ってみたいね。そうですね、植え替えのシーズンですかね、植え替えのシーズンやっぱりこう削れ出して作ってるっていうのがすごいです、うん、材料ね。じゃあ私これ一つ買っていいですか、はい、これちょっと試してみます。まあいいですよ、このサンプルで差し上げますから。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。じゃあ宣伝します、はい、いや、あんま石だけでしっかりもしないです春日部大樹園さん、富士、あ、小富士、小富士の子っていうのはどういう子ですか、小さい、小富士、これもすごいな、でこの心拍、石か、石か、すごいね、石でも飛ぶそうだな、だってもう、ね、入ってるもんね、すげえ。ということで、はい、一通り見ました、ね、ね、見て回りました、ね、まだまだいっぱいモンサイエンさんありますけども、そうですね、撮ってないのもいっぱいあります。半分以上ありますね、うん、全部撮るとちょっとね、間に合わないんで、はい、どうでした。いや、もうすごい木から、うん、ちっちゃい木までいっぱいあって、まあ、見応えがあって、ちょっと選ぶにはちょっとあれですね、多すぎちゃう、うん、逆に逆に、まあだから期間長いんで、ね、まあ何回か来て、来て目当てのもの見てもらうのがいいかもしれないですね。そうですね、うん、はい、まあ、大きい木に目いっちゃいますよね、はい、欲しい、買ってください、はい、今度買いましょう。じゃあ、あ、やった美人防災大市が2月の9日から17日まで、ね、はい、で国風展も前期後期とありますの で, です、ね、13日は入れ替え、入れ替えということです、はいはい、ぜひ皆様、はい、遊びに来ていただければと思いますので、はい、あの兄弟子のブースもありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、片上さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。